島内では今日4人の死亡と161人の感染が確認されました。このうちおよそ6割の96人が札幌市での感染確認となっています。市内のスポーツ教室で生徒35人と指導者6人、合わせて41人の感染が確認され、新たなクラスターとなっています。すすきのでもニュークラブで20代から30代の従業員6人が感染し、クラスターとなっています。 また旭川市では20人の感染が確認されこのうち13人が大規模なクラスターとなっている北海道療育園での感染でした。